体育企画部コラボレーション企画第3弾は米式集球部の方々です。なんで傘さしてるんですか？いや、アメフト部やからちょっと雨降っとうかと思って。いや、その雨ちゃいまんねん。それでは米式集球部の皆様、自己紹介お願いします。2年ワイドレシーバー野上拓磨です。よろしくお願いします。3年クォーターバック野田智樹です。よろしくお願いします。3年ディフェンスバックタルミイサクです。よろしくお願いします。いや、だからその雨ちゃうて。それでは皆さんのニューブリーを教えてください。はい、僕が入部した理由は、甲子園の台に見たワイドレシーバーの方々がとてもかっこよく見えたので入部しました。野球部時代の先輩のつみさんに憧れて入りました。僕は高校からもやっていたのですが、ビッグベアーズの本気で日本一を目指せる環境に惹かれて入部しました。アメリカンフットボールのルールをご存知でない方も多くいらっしゃると思うので、ルールの説明を行っていただいてもよろしいでしょうか？はい、オフェンスはパスやランを用いて前進し、ディフェンスはタックルを用いてそれを阻止する一進一退のスポーツです。持ち味です。そしておーっと、オープン抜けた、前がいない、タッチダウン16点目。ランニングバックを縦に2人、中央一つ勝負、石黒が来た。ありがとうございました。これで試合観戦も楽しめそうですね。それでは最後に、皆様の思うビッグベアーズの好きなところを一言ずつお願いします。はい、みんなが一つの目標に向かって一丸となって全力で取り組んでいるところです。やるときはやって、遊ぶときは遊ぶ、メリハリのあるところです。家族のような温かさがあるところです。頑張ります。頑張ります。取れました。取ってみてどうでした？めちゃめちゃ難しかったです。僕も最初の方は全然取れなかったので、めちゃくちゃ分かります。4月29日に駒沢陸上競技場にて早慶戦が開催されます。では早慶戦向けて意気込みをお願いします。はい、早稲田プライドをかけて絶対勝ちます。自分たちは 100% 出し切ります。慶応圧倒します。早慶戦はもちろん、春のリーグ戦は我々応援部も応援させていただきます。皆様もぜひ会場で一緒に応援しましょう。米式集球部の皆さん、本日はありがとうございました。